んです。こんにちは。ということですね、今回は就活相談企画ということで、脳科学者の茂木さんと大学3年生の就活生の方に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介を簡単にしていただけますか。増田裕太です。僕は早稲田大学の国際教養学部に通っている3年生で、サークルは男子だけでチアリーディングをしていて、悩みの方の発表を。大学卒業するっていうのが目的じゃないですか、うん、卒業するのに勉強って直接因果関係なくて、なんかあんまモチベが出ない単位を取ったらこうなるっていうのがあんまない。まあここにね、起業しちゃって今学校休んでる人もいるから、すごい気持ちはわかります。そうです。ただ世間ってやっぱりディグリー持ってるかどうか全然扱いが違って、まあその後例えばそうだな、君が企業入ってどっかで MBA を取りたいと思ったとするじゃないですか、はい、どっかビジネススクール行こうっていう時もやっぱりカレッジディグリーがなかったらいけないし、はい、いろんなところで実は聞いてくるから、割り切ってそこはもう、我慢してやるしかない。我慢するっていうか、僕はいつもお勧めしたのはゲーミフィケーションのテクニック、目的を問うなっていうことで、ゲームだと思って割り切ってやれば、チアリーディングですって飛び跳ねてるの何の意味があるのって言うことはないじゃん。あ、確かに。パフォーマンスだからさ、勉強も同じだと思うんだけど。増田さんはその意義を感じられずに、実際に留年もされたんでしたっけ。そうですね、休学もしてて。そこは逆に企業から見たらそんなに気にならないと思うんだけど、問題だからその時のマインドセットっていうか、何がやりたいかっていうビジョンが見えてないのが問題なんじゃないかな。もともとの悩みとしては、はい、大学に行く意義が感じられないっていう悩みでしたよね。だからそれの回をちょっとまとめると、意味とか考えるんじゃなくて割り切ってやるっていうのが一つの正解だなと思う。ゲーミフィケーション、だからニーチェですね、意味を問わずに踊れと言ったことで近代を開いた。だからニーチェが偉いのは、近代以前はなんか意味がないとダメだと思ってた、神様から与えられた使命とか、ニーチェによってある種資本主義の道が開かれたと言ってもいいっていうか、だって資本主義の成長って意味ないじゃん、何のために成長するのって、いや意味ないんだけど、パフォーマンスっていうか、それが現代において一番大事なエイトスというか、意味ねえんだよ全てのことって。意味あるニーチェの前の世界の価値観、そうっすね意味ねえんだよ。だって SNS とか Facebook とかできたらなんか意味あんのかってさ、ないじゃん。でもなんか意味ないけどパフォーマンスで回していくっていうのが現代のやり方だから。今の増田さんの状況だと、自分にとっての意味めちゃくちゃあること、まだ見つかってない状態だったら、やっぱ意味ないことをこなしながら探していくっていう視点が大事だなと思いました。本当に今の話を聞いてやるのかっていうところは分かんないですよね。僕もいろいろ話聞いて、大学行った方がいいなって思うけど、やっぱ目の前に優先することだったらどっち優先しちゃうし、明日から増田君が大学をちゃんと通うのかって言ったら分かんない。 GPA とか気にしてる？気にしてないです気にしてない。日本の感覚では分かるんだけど、アメリカの例えば MBA で出そうと思ったらそれ見られちゃうから。そうっすよね。ちょっとした将来 MBA 取りに行くかもしれないっていうオプションを持ってるためには、じゃあ成績も取っていきましょう。成績もそれなりに多く卒業しといた方がいいよってことになる。ということでですね、今回いろいろ茂木さんからアドバイスをいただいたと思うんですけど感想を最後に増田さんからいただけたらと思います。はい、有名な方だけあって、具体的ですごい分かりやすくて、でなんかいろいろ勉強になってよかったです。そこテーマそこじゃないから。大学に行く意味が感じられないと思ったんですけど、意味とか考えずにとりあえず頑張っておこうって思いました。僕はまだこれっていうところは見つかってない状態では、まあオプションとして持つために大学を頑張るというのは、そうですね、だからその起業するために直接今あるんだったらいいけど、ないならとりあえず大学頑張ったりで見つかればそれをやればいいってことです。頑張ってね。ということで、いろいろありがたいお話いただいたなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。